はい、ということで今回車旅クラブの新しい特典で東京九州フェリーさんと新日本海フェリーさんでホテルを一回かませながら行く旅行パックっていう扱いなんですけど、かなりお安いんですよ。一回前ね、東京九州フェリーさんプライベートで利用させていただいたんですけど、今日は改めてどんな感じになるのかというところも含めてね、きちんとレポートしたいと思います。なんかめっちゃ降りてきてるなと思ったら着いたんだね。文字から横須賀に。本当だね。だから続々と下船してる。いっぱい出てきてる。これでも出航するんだからすごいね。なんか台風14号の時にすごかったらしいよ、東京九州フェリー。他のフェリーが全部欠航してるのが出航したんだって。なかなか欠航しないんだ。なんかでもね、このね、東京九州フェリーがその、まあ1でもじゃないけど、本当にやめる時は出したらないんだけど、なんか年間で欠航になる確率は 2% で、やっぱその九州と東京の物流が安定することによって、今うちらの猫の当たり前みたいな生活の多分一部があると思うよ。支えてくれてるのね。ありがとう。結構気になることってあると思うんですよね。もともとフェリーってどっちかといえば高速道路よりちょい高いイメージってどうしても持たれると思うんですよね。ある程度こう遠くの方に行くと、なんだかんだ言って長い行程になるのってよくある話じゃないですか。その中で1日だけホテル入れるとかなり体も休めるっていうのもあると思うんですよね。ちゃんとしたベッドに泊まりたいとか思う方も中にはいらっしゃると思うんですよね。そういった中で、今回の特典はかなりありなんじゃないかなと思っていて、あとね、船の中ってどうしても食事するじゃないですか。食事をした時の食事券的な金券っていうのかな、クーポン券っていうのかな、どういう表現かあれなんですけど、それもついているんで1人2000円ってまあもともと仙台でちょっと高いと思うけど、まあ普通に食べれて軽食的なものも食べれるって考えると、いやいやトータル的に見たらお得みたいなことが十分ありなんじゃないかな。最終的にこうね、高速道路で行った時って結構自走すると、まあ、疲れちゃうと思うんですよね。そういうのも考慮入れてサービスエリアとかパーキングエリアで食べるとやっぱ高いじゃないですか、それなりに。え？安いんじゃないの？これ。って思える内容になっているので、ぜひですね、皆さん、詳しくは車旅クラブのホームページ、概要欄に貼っておきますけども、そちらの方をチェック入れていただきながら、ちょっと会員さんしかね、特典もちろんないんですけど、会員さんはチェックだったりとか、会員にじゃあなってみようかなとか、そんなきっかけになっていただければなというふうに思います。どんな感じになるのか、ちょっと見ていただければなというふうに思います。それでは行きましょう。バイクが少しずつ動き出しましたね。はい、出張券これかな。こんばんは。はい、いらっしゃいませ。はい、少々お待ちください。はい、これね、読み込んで入るんだね。
け。はい、チケット忘れないようにしてね。さあ、なんか入りましょうか。はい、改めましてフリーのお部屋に着きました。いやさ、ちょっと今原稿を何本か抱えていて、でほらこの後明日まで一日電波届かないじゃないですか。でやっちゃうと思ってめちゃくちゃ集中してやってたが、ちょっと人の乗船時間可能時間ギリギリになっちゃったっていう、まさかのね。そんな感じでちょっと落ち着いたら、まあ、明日日中何お船の感じ紹介できたらなと思います。フェリーっていつも広くて、ほら壁から壁が広いし、天井もゆうちゃんにも高いじゃないですか。すごいそわそわするから、なんか動物じゃないけど巣作りみたいな、お荷物の定位置を決めるところからスタートするんで、ちょっとその様子面白がってもらえたらと思って定点でタイムラプスで撮ってみたいと思います。明日日中はねもう紹介しないと思うので、お部屋がすごいなんか4人部屋っぽいです。コップも4つあるし、歯磨きも4つあるし、まあ4つも使わんよ。シャワーもあって、もうこのお部屋で完結できる系のお部屋です。すごいね。はい、まだね出航まであと30分はないな、15分20分ぐらいあるので、もう動き出す前に私は先にシャワーしちゃいたいと思います。でガッチャはほらゆうちゃんと一緒に乗るので30分後ぐらいかな。とりあえず行ってきます。今回の部屋は603ですね。どんな感じなんでしょうかね。もうむっちゃんが先にいると思うんですけど、よいしょ、すごーい。エアコンだこれ。さあ、ちょっとトイレ。うわあ。このトイレすごいね。こっち側で街中が見えてるってことは、進行方向に頭を向けてみるってことだね。お部屋の作り的に。あ、そういうことになるのかな。綺麗だね。これ灯台だね。ほら。本当だ。光ってる。ほこりこさまか。でもこっち側だとね、日本列島が見えるのがいいよね。街明かりが見えたりとか。あ、今ここで走ってとかなってもわかるよね。でも寝る。あ、はい。おやすみなさい。おはようございます。起きたてすぎてスマホ閉じそうになっちゃった。はい、ガチャまだ寝ております。今回ねこれ車旅クラブさんのあれですよ、新しくフェリーの特典ついたから、これついていただけるんですよね。お釣りは出ないけども、この船内でレストランとか売店
カフェで使えるこのクーポン券、これこういうのさついてるからさ、やっぱ車旅クラブってさ、あの結構いろいろ言われるけど、うちは使えば使うほどお得だとは思うんだよね。あ、ちょっとこれ使って朝ごはんいただきに行きたいと思います。とりあえず起こします。起きなよ、朝ごはんだよ。なんかね、今日ねいっぱい人乗ってるから朝ごはん早く行った方がいいよって言ってた。そうだけど、すごいよね、この起きてすぐ起きられるの。さっき行ってみましょうか。モーニングメニューだね。うん、何でしょうか。あ、まだ続いてた。これはお席についてくれて、差額をレジでお支払いなんだって。面白いね。お会計でこれ出すかと思った。朝からカレーが食べれるって若いよね、まだまだ。朝カレー、うちなんかもうまだ声が出てないよ、うん、今ちょうどあれですね、串本とか和歌山の先端の方見えてますね、多分潮の岬だって。ちょ、こらこら、もう先に飲んじゃうんだから、もう。あ、ほんと、スタンプラリーとか好きな人は好きじゃない？大文字って5000円、分かりやすいね。ここがウィズケットの部屋なんだね、うん、でここがドッグランだ、うん、すごいね、ほぼほぼ貸し切りじゃん。ここ通路がさ閉鎖されてたの、うん、そう考えるとこれ安心して使えるな、ね、けど入っちゃダメだって。あ、そういうことなんだね。でもあれだよね、さ、ほんとさ、変な話さ、万が一さ、ワンゴがさ、この部屋から飛び出しちゃったって言ってもさ、もう封鎖しかないから、そういう意味では安心だよね、さ。よくさ、RV パーク併設で手ぶらバーベキューとかあるじゃん。全然高くないよね、3500円だったらね。あ、なんか船だから高くなっちゃうのかと思いきや、ね、しかもさ、これさ、これ取った方がいいよ、数量限定販売だって。取ってますけど。あ、そうか、はい、うん、風落ち着いて。
おお、あ、やっぱ外出れると嬉しいね。めっちゃ躊躇するんだけど、いただきます。はい、ありだわ。あり？あり。美味しかったね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。なんか満席なんだって。そう、本当だ、すごっ、いいね、大盛況じゃん。ねえ。今回さ、初めてさ、3食フェリーのレストランで朝昼晩といただいてるじゃない。うん。なんか車旅の特典がさなかったら、正直さ3食レストランで食べようとは思ってないの。今までのうちだったら、もう選択には正直にならないよね。そう。しかもさ、選ぶメニューによってはさ、売店でお土産も買えたりするよね。うんうんうん。だから何が言いたいかっていうと、なんかお得だからこそこういう選択できてるなと思う。うんうん。なんか今までだったらさ、朝はさちょっとそこさ菓子パン1個買ったりしてさ、朝ごはん食べてさ。お昼はそこのカップ麺温めてさ、カップ麺持ち込んだの食べたりとかさ、まあ、夜だけちょっと贅沢しようかみたいな感じだったじゃん。うん、なんかよく車旅頑張ってくれたなって正直思うわ。お得だよね。いいんだね。使う人にとってはすごいお得だよね。だから使わないとやっぱ入会費とか年会費とかかかるからもったいないって発想になるのもわかる。よく言うよね、使うからこそ男になるっていうね。うん、でもね、このね、このね、使うほど男になるっていうのは実はこのキャンピングカーショーのブースで車旅が質問されて、うん、お客さんが質問くれたお客さんが、あ、じゃあ使えば使うほどお得ってことですねってめっちゃ綺麗にまとめてくれて、この人がまとめてたの。そうなの。それ以降ちょっと使わせてもらってるんだけど。うん、豚がね、麻婆豆腐みたいにひき肉じゃなくてブロックの豚肉で、すごい食べ応えある。はい、ということでね、東京九州レディ到着しましたね。到着ね、今車に乗るとこなんですけど、はい、乗りていきましょう。下船でございますね。着きましたね。うん、お疲れ様でした。でした。もしかしたら船長さんお疲れ様でしたですね。まあ、それだけなんでね。お世話になりましたですね。ゆっくりできたね。めちゃくちゃ寝た。電波ないから仕事もほとんどいい意味でできなくて、いい意味でゆっくりこうさせていただきまして、この後逆になんか頑張ろうっていうね、はい、元気を養いましたね。頑張るそうです。え、頑張んないの？頑張るけど。です。です。突如来た下船。びっくり。あれだね、やっぱトラックでこの小回り効くっていうのが分かってるから、乗る順番っていうか、ほら、普通車こんなに小回り効かんやん。だからあれだろうね、乗せる順番というか、いろいろあるんでしょうね。知らねえよって。知らないけど、でも、うまくやりくりする。そっか。あ、旅暮らしさんっぽいような感じの手作りの車両もいるね。ねえ、結構凝ってるよ。ね、キューサンバマロ。ん？はい、では
ゆうちゃんも下船します。お世話になりました。ありがとうございました。でしたね。ねえ、よかったね。おはようございます。おはようございます。九州の朝1日目です。そうですね。ちょっと暗い？なんかちょっとね、空がガスってるみたいな、ちょっと暗いよね。晴れて書いてあったのに晴れてないよね。はい、九州の朝一発目はちょっと豪華に贅沢に、おしゃれにタリーズで。はい。いただきます。見てこのそのまんまフェリーから降りてさ、あめっちゃだね充電とかもうほんと、あ、ゴミがぼかし入れて、足元もほら仕事用だからこんな感じだし、あ、リアルでございます。座るスペースがちょびっとしかありません。ないっていうねいただきます。ああずれて落っこっちゃいそうあ水出しの、あ、水出し、これ美味しい。これアールグレーかな。水出しのめちゃくちゃ美味しい。いただきます。なんかおしゃれおしゃれ、普段の我が家にはないよね。いただきます。ハムたっぷり、野菜たっぷりで、うんうんうん。今日この後は、今日って何曜日？今日木曜日だから、明日前日準備がちょっと早いとかじゃん。でも今日はあれだね、なるべく近くまで行って、あと買い出し足りない部分はして、今日その辺全部終わらして、うん、明日準備、今日準備万端にしとかないといけない。そうね、ちょっと写真を撮りに今会場内行ってるんですけど、地元ビルダーさんのちょっと写真をむっちゃ撮ってきてっていうふうに言われたんで撮ってこようと思うんですけど、まず目に入ったのがナッツさんですね。ちょっとナッツさんのいい写真を撮りに行こうと思います。さあナッツさんの後は、あ、ホワイトトップさん、ホワイトトップさんに行ってみます。はい、じゃあ、OK、ホワイトトップさんの次は、RV トラストさん行ってみましょうかね。で、ここ僕が一番最初にいいなと思ったのがボレロ VMAX ですから、はいはい、これキャンパー鹿児島さんにやってまいりました。キャンパー鹿児島さんの名前でね、もう九州まんまですからね、もうチェック、要チェックですよ。ちょっと中見てみましょう。結構迷うな。来た来た、朝倉さん、朝倉さんですよ。車メーカーさん多いですね、トヨタさんね。今度は熱トヨタ福岡さんです。雑誌ブース、寂しいなぁ。ちゃんが仕事もしてますね。マルチに頑張ってます。頑張れむっちゃん。はい、ということで福岡キャンピングカーショー帰りに今夜はここでお世話になります。はい、お疲れ様でした。
そしてあわよくば結構ね福岡を邪魔した時に毎回ここ寄らせてもらってるんですけど、結構寄らさせていただいてますよね本当に。もういいよね今日ぐらい住宅しようぜみたいな、今日ぐらいではないか。いやお疲れ様でした。美味しいのっていうところで、はい、知ってるみんな九州のお魚って美味しいんだぜ。限界丸さんですね。今これから行く体で話してたのにもう行っちゃったってバラしちゃったっていう、この動画のねもちょっと何も一言も言ってないじゃん。美味しい思いしてきまして、美味しくいただきました。やっぱ美味しかった、ね、何回食べても美味しい。九州醤油が好きだし。そうなの、ね、美味しい。いやとろっとしてるのがね美味しいです。九州堪能、はい、という感じで、はい、ちょっと自分たちへのご褒美じゃないですけど、まあ、毎回ね、はい、この九州キャンピングカーショーの会ではこんな感じのでございます。ございます。はい。またの動画でお会いしましょう。まだこの後あのキロを今回は取るので。あ、そうなんだ。はい。はい、もうちょっとお付き合いください。次はフェリーで。はい。急遽またフェリーで。戻ることにもすごい。あれ夜って何これ、動画明かりつくんですか。あ、ごめん。え、これ夜の動画って明かりつくの。ちょっと反射して窓が汚いのがバレてえらということで、あの急遽ですね、東京九州フェリーの九州から東京へ、まあ、横須賀へ向かって向かい戻ります。あれ動画ライトつかないじゃないか。さっきなんでついちゃったんだろうね。ソレイユだね。あ、同じ船か。それいいよ、よかったね。あ、まあ、お部屋がね今回ちょっとあれだけどね、前回よかったね。はい、ということで撮っていい？はい、急遽ですね、まあ、フェリーで関東まで戻ろうと、本州まで戻ろうと思います。はい、今回は急遽すぎるのでちょっと贅沢はしません。朝パン買ってお昼はカップ麺で、夜は源氏パイか、ちょっと車内じゃないフェリーの中で食べることになるかもしれないっていう感じで、はい、ちょっと弾丸だよね。こんなにフェリー乗るのに弾丸で決めたの初めてじゃない。しょうがない、ちょっと緊張してるけど、はい、酔い止めも飲んだし行ってきます。また船内なんかちょっと撮ろっかね。おお、そうだ ね、そうしないとちょっとね、福岡キャンピングカーショーで全然動画撮れてないっていう。そうだ。お楽しみですね。お楽しみになんだけど、とりあえず今フェリー乗るのに緊張してるので、また次のタイミングで。はい、いよいよ乗船でございますですね。はい、フェリーのお部屋に着きました。もうね、すっごいパツパツな感じで原稿も全部書いたし、やらなきゃいけないことはやってきたので、まあ、ここからは電波状況があんまり良くなくなるので、あと下船後にお仕事って感じで、ほぼ丸1日ぐらいはちょっとリフレッシュして体力温存していきたいと思います。はい、もうね、これ仕事柄ですよ。充電できるところで充電しなきゃ、パソコンの充電がっていう。あれ、あの枕元を確保してもろって、でちょっとあれだね、飲み物とか冷やしとこうね。はい、私は酔い止めにも頼っちゃうことを覚えたな、北海道行った時なんだけど、ばっちゃんはもう酔う前にお酒で酔って気持ちよく寝ちゃうタイプなので。なんだそれ。なんだそれ。まあ、ちょっともろもろこうね、充電しの何しのっていろいろしながら、まずはちょっとアルコールを1本冷やしてあげようかなと思ってる。ありがとうございます。だけど冷やしてるんだけど、ちょっとそのアルコールどこにしまったっけっていう今。あれ、そうなの。うわ、お風呂入れるらしいよもう。あ、できたって言ってたね。早いね。先行ってくる？もう行こうかな。お。いや、楽しみ。
あ、そういうことね、うん、ちょっと先にトイレ。露天入る？露天は多分寒いかもしれない。ね、寒そうだよね、もうね。まあ、いってらっしゃい。フェリーの中でね、楽しみなのはこれです。ちょっと奮発しちゃったハワイのあのチョコです。これ好きなんだ。はい、ただいまの時刻23時38分なんですけど、このあと23時55分だかに出航だったはずで、はい、なのでもう動き出しちゃうとさ、シャンプーするのに下向くとすぐ酔っちゃうので、もうね、先にねシャワーしてきちゃいます。ちょっと時間との勝負、先に行ってきます。はい、シャワーね、この間も撮ったけどもこんな感じです。こんな感じ。まあ広いもんですよ。広いよ。はい。まあマルチルームのシャワーとそんな変わらんので行ってきます。怒りを上げてる音がしてると思ったらもう出航してるじゃないか。帝国よりもちょっと早いですね。5分ぐらい早いね。博多空港って何空港って？北九州空港だそうです。断続的にライトが、そしてあっちあれだね。東大ですね。これ東大じゃなくてあれだ、なんか監視船じゃないけどあれだね、動いてる。割と速いスピードで見てるな。え、てか今この船動いてる？動いてるか。おはようございます。ただいまの時刻9時47分。あと20分後ぐらいで姉妹船とすれ違うということで、ちょっとね、手振っていきたいと思います。酔い対策で寝てるのか、普通寝てるのかわからないけど、ガッちゃんも起こして、おっとっとっと。手振っていきたいと思います。手振り子。Drive all night and head out
ピントが合わない。担当の海に戻ってきました。はい、お疲れ様でした。はいはいはい、お疲れ様でした。ということで今回はね、東京九州フェリーさんを使って最大限感じだよ ね、うん、ね、車旅クラブで新しい特典がついたんでね、これを使って九州行きやすかったね。ということで、あの福岡キャンピングカーショーもそうだし、熊本キャンピングカーショーもこれで行けちゃうんじゃない？そうだね、その方が絶対体力温存できるし、うん、ただ今回の動画がいつも の、 あのテイストで言うと福岡キャンピングカーショーメインだけど、今回はカッコ福岡キャンピングカーショーみたいな感じで、ね、どう考えても素材が全然取れてないんで、まあ、旅するフリーランスの日常みたいな感じで、はい、どうですか？そんなテイストになるかと思いますが、はい、まあ、見終わった後ここに来てるいただいてる感じになると思うんでね、はいはい、あ、そうそうそうっていう風にご覧になっていただくいけたのかなと思います。はい、グデグデで申し訳ないですけど、はい、こんな感じでこのテイストでやっていきますんで、はい、今後もよろしくね。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。眉毛ないことに今気づいた。ノリつけたもんか。ピョッピョッ動き始めたね。